12時ぐらいですね、今。はい。で、ちょっと土管長が何時か分からないんで、ちょっと確認したところ、もう潮がちょっと引いてるんですよ。そこそこ引いてるね。で、あと1時間ぐらいで、土管長だと思うから、それまでにもう魚と、ルアー、あと水、それを取りに行きたいと思います。パンツびしょ濡れ案件。行くしかない。わおわおわお、波強いね。はい、でっかい声があって。中入ってんじゃん。うん。お前ちょっと取っていいか分からんから。いろいろ忘れてるな。魚さんもいるね。でっかいな、もしかし。うん、でかい。ルアーで嬉しかった。だとしたら流されてもおかしくないな。流されてるな。流されてる。ここだった。うわ、だよな。うん。ほらほらほら、これ。見えたの待って。本当は、細いの、細いとこでナイフとかで擦ってれたら取れるんだけど。うん。無理なんすよ。最初でやったら。道具がないから。うん。無理なんすよ。もうこういう場合は強引に。わあ、コリコリして美味しい。硬くない？うん、美味しい。素で挑戦していい？素でチャレンジ。素でチャレンジ難しいぜ。よっしゃ。おお、やるやん。素でチャレンジ成功。ああ、ダメだ。あ、取れた。強引グ。いって。スライドでか。スライド、スライドだけ。うん。あ、ナイス。あ、いけた。あ、いけた。スライド。スライドしたいの。当たれた。え、今まで。やば。ロズケンポケット入れていいか。始まった。ロズケンポケット。あ、でか。おー、いったー。当たれた。当たれた。いけそうだ。打ち込みの餌ラッキー。我慢釣れるぞ、これ。ハンテポケット。ここカニ、カニポケ。あ、さっきのビーてる。れれれれれ、大丈夫？大丈夫、大丈夫ね。気づいたら食べられそうになってる。魚が食べてるんですけど、あいつか。あのおじさんは餌にするか。ちょっとヤドカリに食べられてたから。今土管町なんで渡る産地です。さっきはここまで波が来てた。うわー、冷たい。ところどころで衝突するね、やっぱり。もう波も強い。わお。お。やば、奥が見えない。当たってるよな。あ、けど波消えた。わあ。やばい、深くなってる、深くなってる。え、大丈夫か？合ってるよな。うわ。濡れた。やばい、カバン濡れた。待て待て、合ってるか道。合ってる。引いてない可能性ある。嘘。戻るか、戻るか。戻った方がいいな。戻った方がいい。もうちょいなのに。もうちょいなのに。戻ろうか、危ないもんな。めっちゃ濡れてる、やばい。やばい、戻ろう。いや、もう戻ろう、戻ろう、戻ろう。道合ってないんじゃないか、それか。やばい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 。おおおお、戻ろう。ビビったな。すげえ、へそまで行ってた。で、波来て胸あたりまで来てた。もう少し様子見ます。はい、あれから30分ほど持ちました。
さっきより下がってると思います。こっからか、さっきここで言ったんですよな。そうだね。こっから気持ち左、周り見ながら、周り見ながらね、うん、ちょっと 横並びでいこうか。浅いとこ選ぼう。あ、3人で横並びした方がいいかもしれん。下、俺へそ下、あの、うん、へそ上、右か、へそ下に。あ、ほんとだ。上がってきた。うん、よかった。戻れるな、松田。上がってきてる。よかった。じゃあ、じゃあまだ分からんぜ。うん、また100メートルあるぜ。俺も股関股関節。足首。足首じゃねえの。足首は嘘だろ絶対。あ、いいぜいいね。よっしゃ。まずこれずっ。まず反面教師だけど、これ絶対ダメだからな、これね。絶対ダメだから。絶対ダメですからね、これ。突発な行動はしない方がいいな。またジャンプ。生きてるって素敵だな、マジで。はい、今戻ってます。ちょっと今日は、ハイエースの方で休みたいと思います。こんな道通ってきたよな、マジで。びしょ濡れなんで風邪ひくと思うんで、ヒーター今かけてます。今日はちょっと車で一泊したいと思います。疲れましたね。疲れがどってきた。うん、安心感と疲れが一気に来たね。正直休憩するって言ってもやっぱちゃんとしたとこじゃないから、うん、なかなか疲れ取れんくて、やばいね。ちょっとうとうとしてます。で、晩ご飯の陣笠、うん、取ったんだけど、明日の朝焼いて食べようかなと思ってる。ちょっとさっきに寝て、うん、疲れ取って、うん、朝陣笠食べましょう。はい、とりあえずおやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様。おはようございます。おはようございます。今何時だ。朝の8時ですね。おー、いい感じのとこがあるんじゃん。深浦屋、あずま屋だね。ここいいね、雰囲気。うん、いいところ。面白いな、この葉っぱ。いっぱい来てる。あ、形が綺麗なやつ見つけ。いいよ。うん、涼しい。めっちゃいるな、こいつら。半分しようこそ。うん、あー、美味しそう。あ、ん、やっぱり醤油がうまい。そんなに美味しいですか。うん、美味しいな。どうですか。醤油かな。醤油だ。まあ多分気分にもよると思う。うん、今は醤油なら、今はもう間違いなく醤油。干してるからだから。お疲れ様。です。魚を買い取るためにちょっと集落に来てます。買い取る人を探すために。うん、買い取る人を探すために。見つからんかったらまあ企画倒れで終了っていうことですね。とりあえずね、お腹空いたんで、うん、ジンガス食べたんだけど、まだちょっとお腹空いてて足りないな、あれは。で、ちょっと200円で何か買えるの。買えないかなと思って。ここでお金なくなっても、魚売れたらまたお金が増えるから。まあまあまあ、ちょっともう売れるの想定していくか。ここの天ぷら屋さん、もう売れるの想定するしかないさね。うん、もうお腹空いてるし。ちょっと天ぷら買おうか。もうあるの、魚は。うん、魚はあるよ。
ちゃんと冷蔵。これ売れんかったらもう終わりだから、うん、ちゃんとクーラーボックスに入れてます。帰らんといけんから売れんかったら、はい、帰っていい？ダメダメか。とりあえず帰りに行きますか。バイトする。バイトっすよ。売れんかったらバイトする。最悪それまでだな。うん、れください。美味しそう。こいつも安いマジで。今マグロが50円でくる。安いよね。紫イカのかき揚げ2つと、はい、セイカ。セイカで、はい、260円で。皆さん、これね、じゃんけん大会が始まると思ったんですけど。始まるだろう。なんとね、マグロ…え？多くない？マグロサービスしてもらったんですよ。これ優しすぎだろ、頼みの人。1本ずつ当たる。うん、マグロは1本ずつ。サンキューすぎる。どれ食べたい？ちなみに俺これ食べたいな。俺もこれ食べたい。俺もこれ食べたい。じゃんけんだ、じゃん。じゃあ絶対じゃんけん、絶対みんなこっちって言うな。うん、最初はじゃんけん、ほい。よし、バレイ。ビール負けたからな。まあそう考えたらいいかな。けど勝ちます。最初はグッ。おっしゃー。よしよしよし。いいじゃん。はい、イカ。イカ。本当はじゃん。本当はイカが食べたかったやつだ。あれ？そうなの？もうイカ臭いからな。似合ってるだよ。熱っ。熱いな。ここで食べるもんじゃないな。いただきます。熱いな。食べてよ、袋で、先に。セイカ、セイカって何アオリイカじゃなくて、あ、セイカってイカか。何か、ふぶしみ、違うか、味か。あっちい。これ50円。おい、まあ、もたるけど。うん、あ、はい。マグロうま。うん、マグロ美味しいね。ラーメンうめえな。そしてこれなんだよな。なんか17円で、うん、あの天かすくださいってよかったな。あの衣が剥がれたやつ。熱っ。え、なんで、え、熱っ。一瞬で。これが沖縄の日差しよ。はい、はい、なんとですね、リスナーさんと遭遇しました。はい、はい、そして魚を買い取ってくれるらしいです。イシミバイ、もう出汁が出て最高ですよ、これで、こっちがベラベラ、イシミバイ、イシミバイで、ヤシャベラですね。一番サイズが大きいです。イシミバイ最高っすよ。1000円。いいっすよ、いいんですか。全然いいよ。あ、1000円で買いたいです。じゃあお願いします。やったやっ た, やった。はい、じゃあありがとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。レンタルショップ、レンタルショップです。なんていうんですか。レンタルショップ日賀です。皆さんぜひね、レンタルショップ日賀で検索してもお願いします。本当に優しい方ですからね。ちなみに貸し出しです。はい、あ、貸し出し。あ、シノケル。あ、昔芸人さんとかではないですよね。あ、違いますね。なんか最近 YouTube でドッキリとかそうやられてる芸人さんだったんですよね。トータルテンボスは言われないですよね。言われない。髪型だけや。髭陽光では言われてる。あ、高校っぽい。なになに、どっちかといえば髭陽光。あ、具志堅陽光。あ、若かりす頃のね。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりにお札見た。確かに。久しぶりにお札見たよ。2日前ぐらいに失ったもんな、俺。あ、昨日くらいか。昨日。誰かさん、2000円なくしちゃったからよ。この人よ。やんな！やんな！もう触らず食わせ！もう触らず。もう今度大事に使っていこう。はい。いや、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。17円から、5017円になったんだけど、うん、ちょっとじゃあなんか買い出し行くか。餌、餌しかない。もう朝ごはんを食ったから。確かに、ご飯、朝ごはん食っただろ。順番的に一応次のお腹が空いてるかもしれないけど、うん、餌買うしかないぜ。じゃあお願いしていいか。ないのに。じゃあ買ってこようね。お願いしていいか。あっちの釣り具屋さん行ってくるから。あ、餌買ってくれ。重そうだな。うん、釣るしかなくなってしまったけど大丈夫か。オキアミ、オキアミ、いいじゃん。中魚剤、浮気餌ね。うん、まあ、まあ深瀬釣りだね、これは。そうだね。今正直今いくらなの。ちないくらした。ちな、ちな、これで1000円。え、ってことは1時間前に戻ったってことだよね。17円ってこと。売る前に戻っただだけど、俺たちにはこれがある。皆さん、こちらまた17円戻ったんすよ。もうこれどうせなら使いたいんだけど。使える。使える場所ある。なんかか、え、何買える、これ。うまい棒1本買ったら
あ、最高級じゃん。いや、うまい棒よりももっと価値のあるものがある。え、何？このパワースポット行って、うん、これをこれを使おう。あ、再選的な。再選で神頼みってやつ。神頼み17円お願いします。17円分のご利益そうするしかないだろう。じゃあ一回ゼロにしようぜ。一回ゼロにするか。助走つけよう。助走ガチゼロにするか。ゼロから一気に行こう。一回ガチゼロにしよう。まあ、ここまで来たらね、もうこれ使いようないもんね、これ。一回ガチゼロにしようじゃん。絶対釣れるでしょ、これ。これを一気に、最初で買っとけばよかったな、これな。うん、3000円あるときに。それな。こちら、マリリン像。これ何かと言いますと、マリリン像。マリリンに会いたいっていう映画があるんですよ。で、それ実はあの映画で、どういった映画かというと、このマリリンっていうオス猫。メスだよ。猫、猫、しかも猫、メス犬、メス、ごめん。マリリンっていう、まあ、オス犬、メス犬。やばい、疲れてる。で、赤島ってあるんですよ。どこか分からないですけど、約3キロ離れてるとこから、この恋人の白が、白が会いに来るんですよ。会いに来たから、泳いで、泳いでからね。日帰りでね。日帰りなんだ。この距離日帰り結構使う、うん、やってたらしい。こういうふうにお金あるじゃん。これいいな、欲しいな。これ50たちも50円とかある。50円2枚置いていこう。50円2枚ある、欲しいな。十分5円があるようにって言って15円入れる人いるな。15円があるようにだよ。ん？15円があるように 10回、うん、5円があるように。あ、そういう意味なの。じゃあこれ十分5円がある、12回12回5円があるようにする。わあ、欲しいな。これ全部で多分200円があるな。17円はじゃあなんだわ。12回5円があるように知らん。いや17だよ。12ではないだろう。あ、じゃあ12回5円があるように。あれ12回5円12引きするじゃん。まあじゃあ17円とりあえずやるか。せっかくなんで。え、1人1人。あ、じゃじゃんけんしようぜ。え、な、な、なにそれ。なんのじゃんけん。じゃんけんしよう。なんのじゃんけん。最下位2円。ああ、そうそうそう。1位10円、うん、最初はグッ、じゃんけんほい。イエーイ。最初はグッ、じゃんけんほい。最高でしょ。あーイエーイ、5円。魚が釣れますようにお願いします。はい、オーライ。釣れる気がしてきたな。釣れる気するじゃん。なんか、体が軽いぜ今。湧いてきたな。体が軽い。楽しい楽しい。湧いてきた。これ楽しみだな、はい、じゃあ早速じゃあポイントのに行きます。はい、はーい、さよなら。マリリン最強文字だね。いただき作ります。あー、なるほど。やめろ